はい、どうも、コバソロです。皆様、2016年、誠にお世話になりました。2017年もどうぞよろしくお願いします。2016年、最後の動画になるのかな?はい、ということでですね、まあ、今日、2016年はちょっと振り返って、あだこうだ、行ってみようかな、とも思ったんですけども、2016年実は、一つだけ、やり残していることがありまして、何かと言いますとですね、実は9月頃に Twitter の方で質問コーナーの質問を募集しておりまして、そこで皆さんにたくさん質問をいただいております。はい、そうなんです。質問コーナーの回答動画をまだ撮っておりませんでした。はい、本当はね、質問コーナーの質問を募集して、ですぐ動画の方を撮りたかったんですけど、なんかその9月頃からすごいこういろいろと話が決まってきまして、でなんか怒涛の日々が始まってしまいましてですね、なかなかこう質問コーナーを撮る時間が取れず、現在に至っております。ということで2016年最後はですね、皆さんの質問にお答えして、そして、2017年のお知らせを一つ、まあ軽いお知らせなんですけどもね、して、終わりたいと思います終わりたいと思います。ということで質問コーナー自体ね、めちゃくちゃ久しぶりですね。もしかしたら1年以上間が空いてるんじゃないかな。ということで今回はですね、Twitter の方だけで、質問を募集しました。シャープコバソロさんあのね、募集したところ、たくさん、質問の方いただきました。皆さん本当にありがとうございます。全部にはね答えられないんですけども、よくね他の YouTuber の方がやってるトトトトトトトンっていうね質問の答え方はちょっとね僕はねできないかな。ちょっと柄じゃないかなっていう部分もありまして、ちょっとね僕は答えられるものに丁寧に一個一個ゆっくり答えていこうかなと思います。動画を撮ったりするとき一番大変なことは何ですか？一番大変なこと、僕はですねやっぱり音作りになりますかね。アレンジですね。やっぱりここが一番悩みどころになってくるので、どれくらいね原曲と差をつけるかつけないかっていう部分ねすごい悩んだりとかするので、これが一番やっぱり大変ですかね。でまたねレコーディングとかいろいろやらないといけないですし、アレンジかな。自分に自信を持つにはどうしたらいいですか？難しいですね。僕自身ね自分に自信があるわけではないのでね、なんだろうね。でももし今本当に自分に自信がないのだとしたらですね、まず小さなことでもいいので一つ一つですね成功例を積み上げていってはいかがでしょうか。その成功例のね一つ一つがですねやっぱりこう自分の中の自信につながっていくんじゃないかなと、僕は思います。コバソロさんは耳コピ派ですか、楽譜派ですか？僕は耳コピ派ですね。はい、結構自分で耳コピした後好きなように行動を変えたりとかもちょこちょこしたりしてます。苦難に直面した時どう対処するかが質問です。すごいな、なんかあれですね、結構哲学的な質問みたいなものが結構多いですね。苦難に直面した時ですね、僕はですねその苦難によって対処方法はいろいろと変わってくるとは思うんですけども、何かとこう壁を感じた時というか、あ、これピンチだなとか、あ、これはチャンスだみたいな風に思った時はですね、僕はですね立ちはだかる壁というものはですね乗り越えられない人の前には現れないという風に思っておりまして、なのでね、なんとか頑張ればできるだろうっていう気持ちで、それに取り組んでいっております。これ対処法なのかな。そういう気持ちでやってます。はい。なんでそんなにいくつも楽器弾けるんですか？なんか習ってた楽器ありますか？全部独学ですね。特になんか習ったっていうことはないですね。コバさんは緊張しやすいですか？リラックスできる方法ありますか？僕はですねものすごい緊張しいです。この間のね YouTube ファンフェストもねめちゃくちゃ緊張しました。はい、顔がこわばってたかと思います。なんかリラックスできる方法ね、なんかね僕としてもね早く見つけたいんですけどね、とりあえず僕はこれリラックスしてる方法になってるか分かんないんですけど、ものすごく挙動が多くなります、ずーっとうろうろしてます。なんかそれとか、止まらなくなりますね、動きが、これリラックスできてないのかな。もしリラックスできる方法ありましたら誰かコメント欄で書いてください。筋トレ順調ですか？どのくらいまで鍛えるんですか？目標はイ・ビョンホン。上京して一番大変だったことは何ですか？私はエスカレーターです。関西かどうかの方なのかな。僕は特に貯金とか何もなく僕は上京してきました。なのでね、上京してすぐバイトすればなんとかなるだろうって思って上京しちゃったんですよ。そしたらですね、上京してから気づいたんですけど、バイト代ってある程度バイトしてからじゃないともらえないんですよね。はい、基本的には、はい、なのでね、最初のね1週間くらいめちゃくちゃ焦りましたね。なんか財布の中にね2万円くらいかな、あって、んで早くちょっと1週間以内くらいに何とかしてバイト代を手に入れなければということで、ちょっとバイトを探してなんかめちゃくちゃ焦ってた記憶があります。確かね、なんか日雇いかなんかのバイトしてね、なんとか乗り切ったと思うんですけど、ある程度貯金して上京することをお勧めします。貯金してなくてもなんとかなるはなるみたいです。動画の一番の傑作といえば、すごい難しい質問なんですけども、どれも一番の傑作といえば一番の傑作なんですけども、つい先日、出ました新曲の「さよならスマイル」という曲のですね、ミュージックビデオの方が一番人手と、あとその他もろもろいろんなものが上がっております。ぜひぜひ皆様見てみてください。よろしくお願いします。今までつけられたあだ名の中で面白かったあだ名はありますか？まこちん。新曲を出す予定はありますか？素敵な質問ありがとうございます。つい先日出たばっかりでございます「さよならスマイル」絶賛配信中でございますので、ぜひぜひ皆様聴いてください。アルバイトしたことありますか？はい、あります。高校生の最後らへんから専門学校と、あと東京上京してすぐくらいまではアルバイトバリバリやってました。はい、でアルバイト辞めだしたのはもう上京して1年経たないくらいかな。それくらいからちょっとアルバイトはしないで音楽だけでやっていくぞってね、強い決心のもとをやって、キリキリなんとか今のところ食いつないでおります。あさこさんやレフティさんと会ったきっかけを教えてください。それぞれね、コラボをしてくださった方々とはね、出会いの仕方が本当にそれぞれで、あさこさんの場合はですね、これもね、なんかあさこさん自身がなんかインタビューかなんかで答えてはったんですけども、あさこさんの方から、メールの方をいただきまして、でそこに添付されてあった音源であったりとか、動画であったりとかを見て、あ、いいなっていうふうに思って、でコラボするっていうふうに至りました。レフティさんの時はですね、レフティさんを YouTube の動画で見つけて、でその Twitter でフォローして、でそこからいろいろとコンタクト取るようになって、でコラボという風になりましたね。ボアソロさんのオリジナル CD の中には心に響く曲がたくさんありますが、カバー曲ではなくオリジナル曲アップの予定はないのですか？とても素敵な質問ありがとうございます。つい先日、発表されたということで、質問コーナー、皆様たくさんの質問本当にありがとうございました。中にはね、重複して質問に答えた方とかね、あと答えられなかった方もいらっしゃったと思うんですけども、またね、質問コーナーの方、募集したりもしますので、ぜひぜひその際にまた改めて質問してみてください。そして最後に一つお知らせがあります。これはですね、ちょっとクリエイター向けの、お知らせになってしまうんですけども、1月の28日にですね、YouTubeSpaceTokyo でミュージックラボというですね、チャンネル登録者数が1万人以上の音楽系の YouTuber の方、我こそは音楽系であると言ってしまえば多分いけると思うんですけども、1万人以上のチャンネル登録者数のある方、限定で、ミュージックラボというですね、なんかいろいろと教えてもらえる、とてもとても素敵な、イベントがあります。そちらのイベントの方にですね、巷で話題の、宝部良二、ですね、パネルディスカッションという形で、ちょっと登壇してお話の方をさせていただきます。ぜひぜひ、ご興味のある方は、遊びにいらしてみてください。こういう動画とかでは話せないようなちょっといろんな濃い話なんかもできたらいいかな。できるかなちょっとね宝ベッドなんでねうん、どこまで話せるかもしかしたらねものすごい脱線でなかなか話せなくなる可能性も先にしもあらず、その時はごめんなさい。いやなるべく話そうと思うんですけどね、ぜひぜひ、ご興味のある方は遊びにいらしてください。ということで、2017年出版の、お知らせでした。多分ね2017年最初の動画はですねしれっとミュージックビデオを持って出すと思います。なので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていてください。ということで、また改めてにはなりますが、2016年皆様大変お世話になりました。どうぞ2017年もよろしくお願いします。またね。